瞬間がめっちゃ可愛くて、なるほど、見てほしい。さあ、ではそのシーン、みんなで一緒に見てみよう。
トレーナーに捨てられ、いたずらばかりするゼニラメタン。そんなゼニラメタンを変えたのは、お前だけでも逃げろ、ゼニラメ。サトシのポケモンに対する愛情。ゼニラメ、力を合わせロケット弾を撃退すると、ねえ、あの子ついてくるわよ。一緒に行こうぜ、ゼリガメ。ジンジンに、ユーニー。ゼリガメとサトシの熱い絆が生まれた名シーンだ。よろしくね、ゼリガメ。いや、確かにめっちゃいいシーン。なんでこのシーンが一番記憶に残ってるの？いや、ポケモンがサングラスかけてるのもすごく印象的で、ああ、しかもこれまで散々いたずらした後にああいう目をしてくれた。めっちゃ可愛かったな。そうか、いいね。さあ、来週もアニポケファンのサトシとピカチュウの一番好きなお話をね、教えてもらいたいと思います。お楽しみに。さあ、おはスタートチャンスだ。今日はこちら、ハンタポケモン部員が最強エースバンドバトル。おーつい、ポケモンスカーレットバイオレットに、最強リザードについて最強エースバイゲットゲット。ポケモンのみんな勝てたかな。今回最強エースバーに挑むお花はこの3人。このうちアタシでは前回の最強リザードで活躍。僕、バリバリアタッカーなんですよ。みんなを勝利へと導いてくれたぞ。リザードの際はお世話になりました。今日も何かありましたら、ご指導のほどよろしくお願いします。今回挑む最強エースバーはレベル100。タイプは炎で、ゲガスタイプは格闘。この戦いにポケモン部のみんなが用意したポケモンは、僕が使うポケモンはブレッキャン。いいね。エースバーンの格闘の弱点、エスパータイプの技を持つグレン・アルマが使う技については、サイコフィールドっていうのを使えて、さらにワイドホースっていう技でサイコフィールドの時に威力が上がるものを弱点につけるからいいと思いました。他のメンバーもレベルの高いポケモンを用意。一回これでいっていいか。アツシ、あ、そうだよ。果たして最強エースバーンに勝てるのか。バトルスタート。いきなり最強エースバーンがビルドアップで攻撃の防御を高めたぞ。そしてポケモン部に強烈な一撃。バイオホースですよ。最強エースバーンの激しい攻撃に一人また一人倒され、火炎ボールでハーグレールのワイドホースっていう技がサイコフィールドの時に技の威力が上がるから、サイコフィールドじゃないとそんなに意味がなくて、でもパトロンエンジンってめちゃくちゃエレキフィールドが解明されるから、アツシ君はミライゾンのパトロンエンジンの効果を上書きしないようサイコフィールドを出せず、だからサイコフォースの威力を最大限に上げられなかった。アツシ、ファイヤーさ、どんなポケモン使ったら嬉しい？エスパータイプのポケモン使ってくれると嬉しい。ヤノランいるんだけど、どう？いいと思います。やってみましょう。ファイヤーは最強エスパーに効果抜群のエスパータイプのヤノランに、鉄壁で防御を高めてから悪だくみで特攻を上げ、アシストパワーの一撃で倒す作戦だ。いい作戦。レン君も最強エースバーに効果抜群の飛行タイプのリザードンを選んだぞ。よし、行くか。さあ、新たな作戦はどうなる？この機械スタート。まずはアツシ君のグレンアルバが動いた。唯一サイコフィールド入ります。エスパーの技の威力を高めるサイコフィールドを使い、自分とヤドランの技の威力をアップ。よし、張り替えた。ミオリちゃんは倒されないよう癒しのエールでみんなを回復。大事大事大事よ。
失礼しました。あれよ、ファイヤーのヤクランはイチャリとのエースパワーを仕留められるよう我々にアシストパワーの威力を高めていく。しかしエースパワーは HP が減ってくるとステータス変化を発揮してヤドランのあれが意味なくなっちゃう。アシストパワーで火力を出すためにみんなで攻撃せずにイケイケゾンゾンとかガチル防御で固めて、その方法がいいか。私がイエシのエール、じゃあ僕がガチル防御を持ってます。僕アシストボームっていう特攻を2段階下げる技を持ってるんで、ヤドランのアシストパワーの火力が入るようにします。それでいいじゃん。まず最強エースマンをあえて攻撃せず、ステータス変化の焚き消しをさせないようにする。その絵がガッチリ防御などで身を守りつつ、ヤドランの特攻をぐんぐん高めていく。最後にヤドランのアシストパワーで勝つ。さあどうなる。第3戦スタート。すぐにガッチリ防御だよ。レン君はガッチリ防御、イオリちゃんは癒しのエールで回復、アツシ君はアシッドボールでエースバーンの特防を下げる。ここまで作戦通り。そして3度の割り切りをして特防を上げに上げたいアドランが最後にとんでもない一撃を放つぞ。まばたきせずによく見てくれ。氷の上を滑るにはいろいろ気を使うぞな。
な。これナイフがキーになってるよ多分ね。フが2つあるじゃん。しかもさ、フが1個あるじゃん。ナイフ、ナイフ、あ、紹介用の時はフーライね、フーライ。フーライってことは真ん中のナイフはナイフが来るという意味だったんだ。そう、フツフからフをなくすとできる言葉はフーライ。これは素晴らしいわ。これでもっと滑らかに滑れるはずですよ。なんでそんなスケートに詳しいんですか？料理人の前はスケート選手もやってたんですよ。そんな、ルクロブの意外な過去が分かった松丸くんたちだった。絶賛登場中、夏のキングダムのボードゲームで遊んでみよう。家族やお友達と一緒に遊べば盛り上がれる5つのタイプの謎解きをクリアして1番を目指すゲームだよ。今日は切り替えタイプの無理やりへしりとりに挑戦だ。6枚のイラストカードを配ったから、そのイラストをしりとりでできるだけ多くつなげてね。では制限時間20秒スタート。 OK、 考えてるよ。このイラストを武器も変えたりしていいからね。好きなように並べ替えて。はい、行きます。どうぞ。こちらアイス、アイス、スマイル、スマイル多いよ。ルンニング、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 ルンニングってルンニングよ。ルンニング知らないの？ルンニング、ランニングよりルンルンするやつ。はい、つまり2ポイントです。じゃあ、池崎は、じゃあ、これで行こう、うん。ソフトクリーム、うん、むっちゃ枝毛どうI'm gonna make you mine.
ール登録もよろしく。お後のみんな、ポケモン部員がなんと500人を超えたよ。皆さん部員一丁にです。ポケモンのラジオはおはさホームページから。はい、よろしく。さあ、というわけでアキラ、今日の朝どうだった？チャーハンのことならなかなか言えん。黒チャーハン。